日本四国地方徳島県徳島市、伊北地区伊北地区は徳島県徳島市の中心部より北部に位置する地区の一つ。室町時代から徳島市の城山周辺を維新、城山を伊山、徳島城を伊山城と呼んでいた。伊北という地名は維新の北側にあることに由来する徳島藩主八塚家墓所で知られる。 京源寺や新四国万ラ霊令七77番札所、万福寺等の歴史的観光地がある。近年は民や街道の拡張に伴い、山田電機や構造マンションができており、都市化が進んでいる。属している、地域地区内には一級河川である吉野川の支流が入り乱れるように流れており、伊藤地区とともに河川の多い地域として有名である。国道都道府県道起点は東吉野町。 吉野川と悪意川の堤防添えを走る県道で、堤防の上と呼ばれることもある。民や街道の愛称でも知られており、地区内の道路添えには、山田電機やミリオン中吉野店等が存在する。吉野川に架か,かる吉野川橋を通り、伊北地区の中心を走っている。県道15号線、県道30号線、国道11号と接続。起点は、東吉野町。 吉野川の河川に沿って東に走っている。徳島藩主である八須氏の墓所として有名。八須正勝、八須賀栄政など、徳島藩主八須家墓所のうちの一つ。寺院内には狂言寺川が流れている。新四国万太郎場七十七番、淡秩父館の御場二十九番札所、徳島七福神令場別在店、徳島七福神令場補定村、 境内には、異北福祉会館、おつむ大名人、徳島市指定保存樹木指定番号第41号がある、狂言寺一帯に広がる、墓地公園で1985年に、徳島市によって整備された、美しい日本の歩きたくなる道500線に選定されている、徳島中央公園内の緑地。川水際に位置する、小説家、 瀬戸内寂聴が館長を務める文学館で2002年に開館、徳島ゆかりの文学者、書家による文学、書道の作品が展示されている。毎年7月下旬に吉野川橋の下にある広場で催されている花火大会。過去にビギン・サム島が参加している新町川、助藤川等の河川の中洲である、 京丹島をめぐる日本で唯一無料の遊覧船。地区内ではニン川にかかる三都合橋、前川橋、西の丸橋、ニン橋、ニン新橋を通過する徳島市の病院で2008年に新病棟が開院、2010年に新病棟が開院予定である。徳島健康生協が管理している病院、ありがとうございます。